悩ましいよな。はい。うわっ進学点エースだ。どうも、私です。モンストやっていきましょう。ということで本日はこちら。はい。プレイバックガチャがね、来ておりますので、こちら引いていきたいと思います。はい。去年も俺、このガチャ、ショート動画で出してるんですけど、なんか理由はよくわかんないんだけど、そのショート動画が再生数数万、3万とかだったかな。すんごいバグ伸びしたんですよね。まあ、そんなガチャをね、今年も引いていきたいと思います。はい。で、おまけで、なんですけど、残してまして。本当は、霊絶が来てから、ね、敵で見て、引こうかなと思ってたんですけど、まあ、見事にマギアだったし、週末持ってたし、で、見事に負けたし、勝てずに。って感じなので、まあ、ここで、フォーサの敵を狙う理由がないんですよ。まあ、マギア2体目狙わないとね、超重で。出ねえし、この、マイベストワンガチャ。なので、振り出しに完全に戻らされちゃったので、マジで何をゲットしようか迷っているんですよ、未だにずっと。なんだけど、先にね、こっちのプレイバックガチャを引いてから考えることができるみたいなので、先にこっちで、まあ、いいキャラゲットできたら嬉しいなーってやってから、マイベストワンをもうおまけ程度に決めようかなと思ってます。まあ、ぶっちゃけでこっちのガチャ一本だけだと、あまりにもパンチ力薄かったんで、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんですけど、ちょうどいいって言うなんて感じなんだけど、まあ、二本立てでね、お送りしようと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずはプレイバックガチャから行きましょう。ガチャは最大で貯めておりますので、80連貯められるじゃねえや。ラみたいになっちゃった。ガチャで行きます。増えていきましょう。ほい。最初はね、20連分、何も考えずに結果を見られるので、はぁ、あ、はぁ、あ、って。ちょっと待てよ。限定キャラ確定来ちゃったんだけど。これでルナとか来たらもう、そこで俺、試合終了なんだけど。どうなるんだ、あ、十分。おい、噂をすれば週末来たんだけど。さすがに2体、あそこで2体いらんわな。フォーサーは、マギア2の週末1のアレス1ぐらいがちょうどいい。と思うんだよな。やってみた感じ。ほい。とりあえずここまでは、ね、普通に行きましょう。週末2体目、別にあそこ厳選とかもいらねえし、複数編成する理由がそんなないんだよ、トリトン。で、これで、もうこれ以降限定出なかったらマジで、ちゃんちゃんなんだけど、2体目の週末のためだけに終わらせるのももったいないしな。プレイバックします。ごめんな、週末。30連目、こっから、ほい。どうなっていくのやら、この選択が、後に後悔となってしまうんでしょうか。全然爆死回るからな、このガチャ。全然爆死回ったね。おい、爆死なんだが。はいはいはい、プレイバック、プレイバック。待って、離す。初手から、演出来たからさ、何事かと思ったけど、とてつもなく微妙な感じだったから、アリババ。もうちょっとなんか盛り上がりを、ちょっと待って、もうちょっと盛り上がりをくれないかな。やばいよ、あと40連だよ。意外と40連ってありそうでないからね。はい。40連ってね、怖いのよ。よし、止まった。誰？解体新書だ。この間のプレミアムセレクションガチャで一応選んだけど出なかった やつじゃん。こいつね、その動画の時にも言ったんだけど、超アビも、ミカエル出てきた。ミカエルなぁ。確かに好きなキャラだよ。好きなキャラ、昔からミカエル好きって言ってやってきたし。モンスト一発目の動画ということで、今回やっていくのがこちら。新春超重心祭。こちら、早速また引いていこうと思います。まあ、とりあえずプレイバックするけど、選ぶかと言われたらちょっとなんともなんだよな。マジでここにかかってる感じだな。行くぞ。はい。
なんもねえ。ちょっと怖いなこれ。まさに究極の選択なんだけど。ちょっと待ってよ、パンドラはいらねえけどさ、ミカエル2体目をここでチョイスするんだったらもう20連チャレンジしたい気持ちもでかいんだけど、でもミカエル2体目もな、こうずーっとねモンストやってきてて、ミカエル2体目をこう狙えるタイミングって何度もあったと思うのよ、実際ぶっちゃけ。だけど、かたくなにこう、ミカエル好き好き言っておきながら、なんで俺がこう2体目を選んでこなかったかって、その、複数持ちならさ、そのキャラ複数持ちなんだったら、こうすぐに使用回数って上げられるじゃん。なんだけど、1体持ちなくせにお前そんなに使ってんのっていう、もうこの1体のミカエルだけを愛そうじゃないけどさ、そんなことを考えて俺、カタクラに2体目を正直狙ってこなかったところがあって、何かしらのタイミングで2体目とか3体目ゲットしちゃったら、それはそれで良しとしようとは思ってたんだけど、そんなことを考えてたから俺今までずっと、ね、2体目とか3体目狙ってこなかったんだよ。だから、ちょっと、欲しいよ。欲しいけど、プレイバック!これで、このに、あと20連爆死したらマジで痛手なんだけど、行くわ。ミカエルの思いも込めていきます。さあ、どう?どうよ?うるず、この20連がマジで、うっかっ。ここで、次爆死だったとしても、爆死かこの今出たこの10連分のどっちかを選ぶことになるから、パンドラは普通にいらない。だからマジでこれにかかって、これが泣いても笑ってもラスト。去年はねジャック・ザ・リッパー出たんだよね確か。で20連目とか30連目とか早い段階で出てるから、だいぶ当時はまだジャック強かった時期だったから、ラッキーって言って勝ち逃げできたんだけど、どうなるんでしょうか。いきます、最後引っ張って離す。です、演出ね。最初だけか、いや結構限定自体は出てたんだけど、止まれ、いやまあ限定だな。限定は出たわ。出たが、なんかさ、弱くはないんだよね、こいつも別に。毒キラー言える毒のやつとさ、組み合わせたら、火力バカなんだけど、こいつ。ただ、もうダメよ、魔法人重力って、もう3つのクエストが来てくれない限り。マジで使うとこないんだよね、今、チミーさんって。ダメは魔法陣とか、ダメを重力、重力魔法陣とか、二つのところはもう、出尽くしちゃってるから、だからこの三つのアビテッドが活躍できるクエストを出してくれるか、神獣進化をサッとしてくれるかしないと、チミーさんさんはマジで使い道ないんだけど、まあ、下を選ぶよりかは上を選んだ方がまだいいので、ちょっと嬉しいけど、こっちだな。くっそ、ミカエルだったかな。しょうがないね。はい。じゃあ、先にこれ、やっとくか。ここだけ、ほい。もう、なんか、スノードロップ来てくんで、スノードロップ可愛いから欲しいんだよ。ぶっちゃけシングルで5連ぐらい引いてんだよ。出ないよね。まあ、それはいいんだ。はい、マイベストワンガチャ。
なんならずっとこの日のこの動画を撮る時のために一回も開いてないから、今更だけどテレーンっていうこの演出も出てるっていうね。俺がよほどどれだけ温めてたのかっていうのがわかる感じになってるけど、さあってじゃあ選んでいこうと思うんだけど、マジでさ出なかったじゃんプレイバックで。悩んでるキャラが、まず持ってないルナなんだ。でメモリーでしょ。何気にシュレリンガーさ、最近ちょこちょこジョジョコラボとかで使う機会あったじゃん。で意外と強いんだよねシュレリンガー。シュレリンガーもいいなと思ったし、あとなんといっても怖いよねっていうシャルルマーニア、ここら辺なんだよな悩んでるの。まあ、100歩譲ってメモリーだけは別に劇中でまだ狙えるから一旦いいんだけど、でもなルナもなもう1年半経ってるから、実装からそろそろマジで評価落ちてきてる。まあ落ちてきてないから使われてるんだけど、だけど落ちてきてもおかしくない時期ではあるじゃん。正直今さらわざわざルナをここでチョイスしていい、果たしていいのかっていうところがマジで怖いんだけど。いやでも持っとかないとなっていうキャラでもあるよね。一回さちょっと試したいことがあるんだけどやってみて。さあ実はこういったものも準備してるってマジで迷った時にはこれを参考に選ぼうかなと思ってたんだけど、とりあえず一回回してみて。とりあえず一回回してみて。はい。今この瞬間隊長さんが運だけに任せたらどうなるのかという。シャルルマーニャ。シャルルか。やっぱメモリー、メモリーじゃね、ルナってさ、結局フレンドに出てたらそれだけでいいキャラじゃん。一体持っていりゃいいキャラだから、やっぱそう考えるとさ、悩むんだよな。わかった。じゃあ、こうしよう。こうだよ。この二択で、出た方を選ぶわ。ぶっちゃけまあ、シュレリンガーとメモリーは、実際もう欲しいよ、欲しいけどギリ今回選ばなくても許せるんだよ。ただマジでルナは普通に欲しいし、シャルルもゲットしてなかったら怖えしっていうキャラなんだよ。シャルルマーニかシュレリンガーだったら絶対シャルルマーニの方がスペックだけで言うと高えしってなってくると、やっぱり一番悩ましいのは個人的にこの2体なんだ。だから出た方を選ぶわ。さっきシャルルも出たしね。これがラスト、正真正銘の運命の選択。いきます。はい、どうなんの、どっちなの、どっちになんの、さあどうなんだい。シャルルだ。分かったよ。そう神がこう言うなら、俺はめちゃくちゃルナも欲しいけど、シャルルマーニを選ぶよ。怖えけど。シャルルマーニャーガンさん。シャルルマーニュを選んだぜ。くそ苦渋の決断でシャルルマーニュ選んでやったぜ。これで刺さんなかった時マジでしょうもないけどね。選んだからには刺さってくれよマジで。シャルルになっちゃった。ルナの方が良かったかな。でもな、悩ましいよな。はい、うわっ進学停止だ。スノードロップ、スノードロップもここで出てこい。スノードロップ出てきたらマジで俺もうルナ選ばなかったこと、ミカエルも選ばなかったことも別に後悔ない。スノードロップ、スノードロップ、スノードロップ、よし勝った
全然いい。もうこれでマジで後悔ねえわ。やった、なんだったら一番喜んでんじゃねえのか。みんなは確かにスノードロップとか可愛いけど、このタイミングでガチャするのは悪手だから気をつけような、オープンの使い方。はい、ということでプレイバックガチャの動画っていう趣旨のはずが、なんだかんだでいろいろとやっちゃったんですけど、まあ今回はねこんな感じで終わりたいと思います。なんも、もう豪華3本立てみたいな感じになっちゃった。まあ最後の最後のやつはマジでおまけだけど、こんな感じで終わりたいと思います。まあ結果的に弾けたんで後悔はないです。うん、まあ、失敗はしたと思うけど後悔はないです。ありがとうございました。ということで、ね、皆さんのプレイバックガチャの結果とか、あと、マイベストワンガチャで、何を選んだとか、いろいろね、コメント、皆様がね、どういう結果になったのか、ぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。あとね、モンスト好きな方とかね、ゲーム好きな方、いろいろこうやってモンストの動画とか、いろいろゲームの動画出しておりますので、よかったらね、高評価とチャンネル登録をしていただいて、また別の動画などでね、見ていただければ嬉しいです。登録者1000人目指して活動しておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。それではまた次の動画などでお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。では、バイバイ。